ニュースポストセブンです。女優の南果歩さんが元夫で作家の辻仁成さんと再会しました。2020年1月のある日、2人が顔を合わせたのはフランス・パリの商社のアパート。5年間の結婚生活に終止符を打った2000年から20年ぶりとなる再会でした。きっかけとなったのは、1995年に辻さんとの間に授かった息子のハーフブラザーに会いたいんだという言葉。ハーフブラザーとは、辻さんと中山美穂さんの間に生まれた彼の9歳年下の異母弟のことで、南さんの息子が初めて弟に会ったのは2017年だったそうです。ニュースポストセブン。